はい、皆さんこんにちは、87コラボ第2回目ということで急遽、今回も、ゲストをお呼びして始めたいと思うんですけども、前回のがですね、足がレクスターズを、切り取ったものですね、B リーグアナリティクスの慎太郎さんとやらせていただきました。そして今回もなんと2回目の IR ゲスト、B リーグアナリティクスの慎太郎さんをお呼びして、やりたいと思います。こんにちは慎太郎さん、よろしくお願いします。こんにちは。もう笑うてもうてるやないですか。はい、どうも、日本一 B リーグのスタッツをつける男慎太郎でございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いや、もうむしろこれはもう慎太郎さんとの企画になっちゃり、始めてる感は、まあ、あるかないかわからないですけど。そうですね、はい、もうまあ、それでもう全然オールオッケーなんですけど、まあ、でも他の人の話も聞きたいでしょうかね。そうですね、はい、まあ、ということで、あの、B リーグアナリティクスの方で、はい、数字で見る B リーグ、はい、19-20 シーズンのスタッツリーダー大発表ということで、はい、そちらを、はい、更新していただきました。で、今回はそちらを使って、はい、ちょっといろいろ慎太郎さんに紐解いていただこうと思います。はい、まずですね、このスタッツリーダーっていうものを、B リーグ公式から出てたんですけども、はい、やっぱりですね、ブースターってやっぱり僕の推し選手はもっとできるはずだとか、もっとこの選手がたくさん試合出てたらどうなったんだろうみたいなところをですね、僕もやっぱそう思っていたんですね。なので、各その B リーグのリーダーっていうのは尊重しつつ、じゃあ他の選手がたくさん試合出たりしたらどういう結果になったんだろうっていうところ、つまりポテンシャルのある選手を見つけたいっていうのが一番目的ですね。なるほど。はい、はい、うん、そうですね、そういうところを目的にというか目標にやっていきたいなと思ってます、はい、この企画は。はい、じゃあちょっと皆さん読んだ方もいらっしゃると思うんですけども、ぜひ、B リーグアナリティクスで検索していただいて一緒に、慎太郎さんの解説を聞いていきたいと思います。はい、はい、簡単にどういう風な計算なのかというところと、まずそうですね、まずは全部の試合、まあ、1試合に数分しか出てない選手とかもいると思うんですけど、その選手が、オンコートの時に5人のうちの1人として100回チームオフェンスをしたりとかチームディフェンスをした場合にどれぐらいのポテンシャルを持っているのかっていうところを計算した式になってますので、公式とは少し数値がずれてるので、うん、そこだけはちょっとご了承いただきたいなと思います。はい、まあ、あくまでも公式を、まあ、その、はい、度外視するとかじゃなくて、それをちゃんと大切にした上でってことですよね。はい、そうですね、公式のスタッツからこう計算して導き出したというところですね。はい、はい、じゃあなってます。はい、じゃあブロック王の紹介をお願いします。はい、まずブロック王はですね、秋田ノーザンハピネッツのカディーム・コールビー選手ですね。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、ちょっと公式とはね、はい、はい、公式だとジョーダン・ヒース、そうですね、ジョーダン・ヒース選手です。はい、試合数の関係で、そうですよね、はい、ただこちらですね、32試合の出場ながら100回ディフェンスを受けた場合約 3.85 っていうか、もうほぼ4回ですよね。4回、約4ブロックできる。いや、4回って、あれじゃないですか、はい、ね、点数にしたら7.8点分、そうですね、防いでるという計算になるんですね。はい、はい、それぐらいのポテンシャルを持ってる選手というところになりますね。そもそもディフェンスとしてリムプロテクターとして非常に優秀な選手で、いつも常にピックアンドロールではドロップでゴール下で守ってっていう選手、ヘルプにも入るのもすごく早いし、すごく献身的な守備の選手なんだなっていうところが、やっぱりこの数字でも分かるかなっていうところがあると思いますね。ちょっと今みんなこれ聞かれてる皆さん分からないところもあるかなと思って、ちょっと一つ質問したいんですけど、はい、ピックアンドロールのドロップっていうディフェンス、はいはい、どんな感じが、ピックアンドロールって、始まった時に、ビッグマンのディフェンスが少し一歩、ビッグマンのディフェンスね、つまりコールビー選手が一歩下がってですね、うん、ドライブとゴールに突進してくるビッグマン、この2人をなんとか守ろうっていうような守り方ですね。で、さらに、はい、その守ってる途中でそのボールマンのディフェンスだった人がもし仮にスクリーンにかかっても元のディフェンダーに戻れたりとか、そういう時間を稼ぐためにしっかりゴール下で守ろうっていうディフェンスがドロップっていう
守り方になりますね。まあ、時間をちょっと稼いで相手をちょっとじらす、じらすというか攻めにくくさせてその分のっていうことですね。あの名古屋のヒルトン・アームストロング選手がいるのもなかなか興味深いというか、まあ、僕そうなんですね。 B リーグであの一番最初に印象的だったリムプロテクターっていうのがヒルトン・アームストロングな気がするんですけど、はい、そうですね、はい、あの彼もあのゴール下に入る速度とか すごく速くて嗅覚とか速くてもっと言うなら後ろからブロックしたりするシーンもあったりするので、はい、すごくこうあのショットに対するそのなんていうんでしょうね、嗅覚といいますか、それが本当にすごい選手だなというふうに思いますね。はい、あと、はい、ちょっといいですか、個人的にここは突っ込みたくて、はい、しかもここに書いてあるんですけど、はい、書いてありますよ、はい、5位の市岡翔もその通りでございます。確かに僕レバンガ北海道ブースターとしてあの北海道出身なんですけど、はい、この87バスケットボールはもともとは北海道を応援するっていう企画で始まってる、はい、そうですね、はい、そうですね市岡選手確かにあの結構ブロックしてるんですよね。はい、はい、そうなんですよ。ただあのブロックその、はい、あれですよね、まあ、パプ選手とあの、はい、プレータイムが半々だったりとかっていうのもあったりするので、そうなんですよ、そうなんですよ。なのでブロックの本数自体はそんなに多くは記録されている本数として多くないんですけど、出場時間とか出場時間に対しての効率性っていう部分で考えるとちょっと北海道の中でも抜きんでたものがある。なるほどですね。確かにいうところですね。はい。そうですね。はい、確かにその北海道の試合を見てると市岡選手が際どいところでブロックしてるっていうのはすごく目立ったシーズンだったなっていうのは納得できます。はい。はい。はい。そういうところがやっぱりいまいち埋もれてしまいそうなところがですね、やっぱり数字になって現れてくると、はい、そうですね、面白いのかなというふうに思いますね。じゃあ次行っていいですかね。はい。はい、お願いします。スティール王。はい。スティール王はなんと。秋田ノーザンハピネッツ中山選手ですね。はい、あれですね、昨シーズンあの、はい、リーグの公式でも中山選手が確かスティール王だった記憶が、そうですね、はい、やっぱり強い、はい、2連覇、もう個人的には2連覇ですそうです、この中では2連覇ですよね2連覇ですね、はい、出場試合数がやっぱり怪我とかがどうしてもあって、あ、出場試合数が少なかったのでというところなんですが、100ポゼッションで 4.8、 つまり中山選手とコールビー選手でもうだから20点分ぐらいです、17、18点分ぐらい抑えてると。いや、それを言うとですね、はい、あの慎太郎さん、これ興味深いところはですね、はい、3位を見てもらいたいんですよ。はい、気づきました、はい、ここにですね、はい、長谷川昇選手も入ってくるんですね。なんとなんとこの2人のポテンシャルがえぐい長谷川昇選手自体も 4.54、 はい、で、まあ、長谷川昇選手に関してはちょっと僕もあの交流がありまして、まあそのかなりその彼のディフェンス、はい、まあ、ファールもちょっと多いんですけど、そうですね、多いですけど、うん、僕もあの注目してもらいたいポイントとして挙げてて、はい、で、あの、はい、特質する部分ってやっぱこれ100ポゼッション換算してるっていうのがあると思うんですけど、はい、シーズン当初、はい、ね、あのプレータイムないんですよ、はい、ほとんど。そうですね、その中での巻き上げてきてる感じなんで巻き上げてますね。もしもですけど、はい、あのまあ、そういう風に数字を出してると思うんですけど、あのシーズン当初からもしも前田健三ヘッドコーチ の求めるものをしっかりと出せて、はい、長谷川昇選手がプレータイムを出してれば、あのスタッツ上でももしかしたらスティール王になった可能性はありましたよね。ありますね、公式でもある可能性はもちろんありますね、うん、まあ、中山選手に関しても怪我がなければっていうことはすごく、はい、感じます。この2人はもうリーダーポテンシャルだったと思いますね。怪我とかそれこそ出場プレータイムに恵まれれば十分、はい、そうですよね、はい、これ、はい、間に挟んでいるのが、川崎のカリファニ選手と石井選手なんですよ。次が4位が。そうなんですよ。結局怪我なんですよね。そうなんですよ。ここ2人も怪我なんですよ。うん、はい、まあ、逆に言ってしまえば22試合しか分母がないからっていうところも言えてしまうかもしれないんですけれども、はい、いやでも半分出てますからね、うん、シーズン。個人的に言いたいのはこの注目点、ここのスティールところの注目点は3位と4位で。はい、3位と4位です。ベンチから出てくることが多い2人がスティールが多いっていうのがすごいっていう、はい、すごいですよね、うん、本当にあのベンチから出てきてるからこそあのベストパフォーマンスでっていうところも
あるとは思うんで、はい、まあその丸ごとね30分40分出てっていう30分近くそのなんかベンドラム選手みたいに30分出てさあ残せるかっていうと、まあ、分からないんですが、ただポテンシャルについてはですね、はい、そのスティールって結構あそのディフェンスのうまさとか、うん、そういうところにやっぱり気にしてくる部分があると思うので、いやそうですね、ポテンシャルですね、いやこれ見て僕すごくワクワクしたのが、はい、まあ、今シーズン残念な、多分慎太郎さん同じこと考えてると思うんですけど、はい、すごく今シーズン残念な終わり方をしてしまったんですけれども、はい、長谷川昇選手、はい、ルーキーなんですよ。そうですよね、まだまだですよ、そうまだ伸びる可能性が、ポテンシャルっていうことが秘めてる選手がここに入っていることは非常に楽しみというか、はいはい、この中山選手、長谷川選手って2人ともすごい若い、そうですね、20代中盤と20代前半なので、はい、秋田なのでやっぱり、はい、こう秋田にぴったりの選手が若手で2人おるっていうところがもうワクワクですよね。来季も本当目が離せないなと思ってますね。単純計算ですけど、あの、はい、長谷川昇、中山拓也の2ガードで出たらスティールボン量産する可能性ってまあその数字なんで ありえないですけど、そうですね、これ、はい、要はあの何ですか、 NBA2K みたいな感じでやったら、はい、量産ですよね。そう量産できますよ、量産できます、はい、 いや相手に対するプレッシャーは相当だと思います。そうですよね、はい、いやもうちょ注目してみたいなっていう、はい、じゃあ次いきますね、はい、アシスト、さあアシスト、京都ハンナリーズジュリアン・マブンガ選手ですね、まあ、これはね、これはね、これは、はい、これはちょっとこれは、ね、まあ、マブンガ選手自身もツイッターで、はい、あのそうですね出してましたけど、そうですね、あの、はい、やり合ってほしい、はい、届いて規定数が達してないけど 8.7 でしたっけ、アシストがもともと、そうです、そうです、そうなんですよ、でやっぱりその100ポゼッションに換算しても彼が強かったと、はい、1本以上2位に差をつけていますね、やっぱり、うん、ただでも1本ですよねっていうところも言えるかなと思ってるんですね、はい、1本、1本だと、そう1本差、本当に僅差だったんだなっていうところはやっぱりあります、どちらが受賞してもおかしくない結果なのかなっていうふうには思います。なんかでもこれアシスト全体で見ると、はい、あの慎太郎さんこのブログの中で、はい、あの4位と5位の伊藤選手と斉藤選手、滋賀と大阪ですね、はい、の選手をピックアップしてるんですけど、はい、やっぱ上位に来ているチームのポイントガードアシスト、うん、今シーズンちょっと上に来たチームの選手はアシストがやっぱり強いっていうのが出てきますよね、うんうん、見て取れますね本当に、まあ、あの B リーグっていうリーグは、まあ、どうしてもこの外国籍選手がちょっとまあ強めになってくるので、そこにうまくパス供給できれば得点につながりやすいという傾向もあるので、やっぱり強いチームはいいアシストっていうのは傾向としてあるんじゃないかなと思います。そうですね、はい、じゃあちょっと次、なんだって2人とも若いです、確かにそうですね、じゃあちょっと次に行きたいと思います、リバウンド、はい、こちら、はい、リバウンドは、シガレイクスターズジェフ・エアーズ選手ですね。これも、まあ、ローテーションがクラブであるっていうのが、はい、一つと、はい、あとはまあ最初 いなかったんです、はい、はい、とてつもない怪我をしていたので、はい、まあここも本来は、はい、B リーグの公式スタッツではジャック・クーリー琉球が、はい、はい、リバウンド王だったと、そうですね、リバウンド、うん、全然文句っていうか、そのもう、あ、もうそうだなっていうところは個人的にはあって、ね、ジャック・クーリー選手の活躍とかチームに対するリバウンドでの貢献を見てたら、これは間違いないなと思ったんですけども、まあ、数字上ですね、ちょっと換算してみると 1.6 本ぐらい、そうですね、 1.6 本ぐらい離れてますね、離れてるというところになりますね、はい、はい、まあ、これ実はあの、まあ、下にも書いてありますけど、はい、平均ランキング、あの公式のページで、はい、あの平均で相当してもらうとこの順位になります。ああ、なるほど、まあ、滋賀の今シーズンの躍進とかっていうのは、まあ、ジェフ・エアーズ選手はやっぱり大きかったっていうのはあるんですね。はい、そうですね、大きいと思います、間違いなく。リバウンド、ディフェンスリバウンドが本当に強いので、ジェフ・エアーズ選手、うん、ちょっと 前回もお話しましたけど、 そうですね、そこが躍進の、はい、大きな支えになったんじゃないかなというふうに思いますね。そうですね、じゃあちょっと、はい、次、はい、これ僕びっくりしたんですよ、
はい。と最後なんですけど、はい、これが慎太郎さんが出してる3ページ目。はい。得点を。いや、意外すぎます、これは。意外すぎますよね。秋田ノーザンハピネッツ、ジャスティン・キーなんですね。はい。はい。三冠と。確かに、秋田。いや、このスタッツはもう秋田のためにあるのかっていう。はい。いや、キーナン確かに得点能力高いって僕思ってて、そうですね、僕が、はい、87バスケットボールラボの方で書いてる、はい、あの記事でもあの秋田ブースターの方が、うん、そうですね、読んでいただいたのが好評だったのが、あのキーナン の、 そのトップからのスリーポイント、はい、まあ、秋田のセットオフェンスは結構それをポップアウト、はい、キーナンが外でスリーポイントを打って、はい、キートップから打つことが多いですよっていうところに注目したのが結構人気があったんですけど、はい、やっぱりそのまあ、はい、スピードがあるとか、あのなんていうんですかね、はい、NBA とかみたいな感じのストレッチフォーとはちょっと違うんですけど、すね、やっぱり外もできるっていうところはキーナン選手の魅力で、うん、そうですね、得点パターンが大きい、あの広い、うん、幅広いっていうのはすごく彼の魅力の一つであり、はい、まあ、それ自身が も、 それ自体も秋田 の、 そのオプションの一つである魅力なのかなっていうのは思うんですよね。そうですね、あのパーセンテージも 36% 持ってますし、しっかり、あの比較的秋田のオフェンスシステムがこうアタックなんて言うんでしょうね、ペイントエリアに向かってインサイドなりドライブなりでアタックを仕掛けていって、とにかくディフェンスを収縮させようっていうところの意思が強いオフェンスになっているので、そこでトップのキーナン選手の比較的オープンになるシュートっていうところがどうしても、うん、強みがやっぱりここで出てきたのかなというふうには思いますね。で、まあ、そのそこでディフェンスが収縮すればコーナーの古川選手なり、まあ、白浜選手なりっていうのがしっかりと、はい、まあ、あとガード陣のフォーヤー選手、はい、伊藤選手、はい、とか、うん、長谷川昇選手とかも、まあ、はい、シュートスリーポイント、まあ、ありますからね、全然、はい、あります、あります、はい、っていうのが、まあ、秋田の、まあ、ベースになってる魅力というか、はい、いやでも本当にこれにあの試合数100ポゼッションにしてるんであれなんですけど、はい、普通に出場した試合数が25っていうのがね、そうなんですよ、秋田の魅力であり怖さでありっていうのもあるんですよ、うん、そうですね、僕すごく個人的に思うのは、うん、あの今シーズン台風の目に秋田を押してたんですよ、僕は、はい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 、あので正直中途半端な形でシーズン終わってしまって残念であったのがあるんですけど、うん、僕はその秋田が CS に絡んできて台風の目になると思ってたんですね、はい、はい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 、僕も思ってました、はい、それで一つ、まあ、そう、まあ、現状の5位というポジションでなかなか、はい、まあ、最終的にどうだったか分かんないんですけど、まあ、一つ難しかったのが、はい、ハビエル・カーターのフィットがちょっと遅れたっていうのがあると思うんですよね、うんうん、ただハビエル・カーターがフィットしてくるとこうジャスティン・キーナーと同じタイプの形でチームがフィットしてくる印象があったので、はいはい、しっかり 34.5% 4. 何パーセント決めてくる外もありますし、はい、うん、なんでこう長く続けばシーズンがちゃんと進めば進むほど、はい、面白い存在になったのは絶対に秋田だったと思うんですよ、うん、そうですね、はい、プレイタイムとか試合数をきれいにこう、ね、コントロールマネジメントしていたので、もしそこがですね後半に向けてアクセルを吹かしてきたっていう怖さはずっと思っていたんで、はいはい、もしその何でしょうリミッターを解除した、はい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 、秋田がもしラスト1ヶ月怒涛の、ね、プレータイムで押し寄せてきたらちょっと怖いぞっていうのはずっと思ってました、ね、僕は昨シーズンのシガレイクスターズみたいになんか残り20試合を、ね、はい、こうもう10かなりの勝率で駆け上がってくる可能性はありましたよね、はい、うん、まあ、もちろんタラレバなんですけどね、はい、当然ね、疲れというものは他のチーム の、 その毎試合30何試合ずっと30分以上ぐらい出てる選手に比べれば疲労度は絶対溜まってないはずなので、はい、じゃあまとめちゃってあれなんですけど、はい、慎太郎さんのスタッツ見る限り、はい、秋田優勝でいいですか。そうですね、今回はもう秋田優勝ということで、この、はい、まあ、その87コラボ内の、はい、まあ、今シーズン優勝しっかり決めれなかったので、まあ、87コラボ内慎太郎さんの B リーグアナリティクス内での、はい、仮想の B リーグの優勝は、はい、まあ、スタッツ上は秋田ということで、
そうですね、もうこれもう出ちゃいましたね、はい、リーダーがディフェンスも強い、はい、オフェンスもオールっていうところで出てしまいましたので、はい、ポテンシャルが。そうですね、もう、はい、リミッター解除した秋田が優勝ということで、はい、大丈夫じゃないかなと思ってます。はい、はい、まあ、秋田の皆さんおめでとうございますということで。おめでとうございます秋田の皆さん、はい、おめでとうございます。いや、そんな感じで、はい、まあ、なかなかね、はい、難しい時期なんですけども、まあ、いろんな楽しみ方、はい、まだバスケットボールありますんで、はい、まあ、こうやってスタッツを追いかけていくっていうのも、まあ、空想の中の一つに今なってしまいますけど、はい、でも面白さの一つですんで、はい、なんかぜひね、はい、秋田の、今回ちょっと秋田メインな感じになっちゃいましたけど、もう何回計算してもこうなったんで、はい、もう秋田、はい、秋田メインです。はい、はい、秋田のね、界隈のブースターの皆さんからこういうスタッツちょっと出してくれとか、はい、あ、そうですね、知り合いではね、あの最強外国人は秋田のカディム・コルビだっていう断言してる方が、はい、あ、秋田のブースターにいらっしゃいますんで。そうですね、はい、あ、よく、はい、そうですね、はい、おっしゃってますね、はい、ずっとおっしゃってる方がいらっしゃいますね。そういえばね、家で始まる方だと思うんですけども、はい、はい、ぜひその辺ね、ご連絡いただければ、また慎太郎さんにご協力いただいて、いろいろ、はい、ね、出していただけたらと思いますんで、うん、はい、出します、はい、出します。じゃあ今回も、はい、じゃあ秋田のお祝いということで、はい、今回は締めくくりたいと思いますけども、はい、はい、慎太郎さん、秋田おめでとうございます。はい、そちらの今回のスタッツの方は慎太郎さんの B リーグアナリティクスで検索していただいて、はい、最新の更新のブログを見ていただければ出てきますし、はい、あと B リーグ、はい、スペーススタッツでも、はい、最初のページに出てきますので、はい、出てきます、はい、まだおります、はい、ぜひたくさん検索していただいて、他にもいろいろ本当に、はい、前回滋賀だったんですけど、他の名古屋ダイヤモンドドリフィンズのこととか、いろんなことね、面白いの出てるので、はい、ぜひ検索していただければと思います。はい、はい、お願いします。はい、はい、じゃあ慎太郎さんの方のツイッターも下に載せておきますんで、はい、詳細の方に載せておきますんで、はい、はい、よろしくお願いします。あると思います。はい、はい、ので、はい、ぜひチェックしてみてください。じゃあ今回も、はい、お願いします。2回目の87コラボということでしたが、はい、100% 思いのほか早めに来て楽しかったです。100% 慎太郎さんに依存してますので、はい、あ、ぜひぜひまた呼んでください。よろしくお願いします。ぜひね、コメント欄とかの方とか DM の方で、はい、こんなスタッツ知りたいとかもしあれば、はい、慎太郎さんの方に直接でもよろしいですし、はい、こちらのコメント欄でもよろしいので、はい、お願いします。あとぜひ、はい、グッドボタンと、チャンネル登録よろしくお願いします。あと慎太郎さんと繰り返しになりますけど、ツイッターの方とブログの方も詳細の方に載せておきますので、ぜひそちらもフォローいただければと思いますので、はい、はい、じゃあ慎太郎さん、今回もありがとうございました。ありがとうございました。それではしたっけしたっけ。